フランコンビルは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。フランコンビル・ラガレンヌとも呼ばれる。フランコンビルは、モンモランシーダニの中央部に位置する。パリの北西約1 2トルに位置する。ルテティアと、リール・ボンヌとをつなぐ、古いローマ街道が、ル・プレシブシャールに隣接する、フランコンビル域内を横断していた。それでも、フランク人が、 フランコンビル誕生の義務を負うこととなった。フランコンビルの名が知られたのは8世紀だった。フランク人の家を意味する名称フランコールムビラを最初に書き表したのは1137年サンドニ修道院長シュジェールであった。村には農民の数世帯が暮らし、クルミの林がとりわけ特徴だった。サンドニ修道院の影響下に 教区は置かれ、モンモランシー男爵家が教会と権力を争っていた。最初の名の知られた当主、ギオーム・ド・バテストが教会を建てた。シュジェールも、領主となった一人だった。村の収入は、サンドニ修道院の修道士たちの医療品の保全、そして、履物作りだった。1229年、フランコンビルに、十字軍機関車のハンセン病患者を収容する病院が建てられた。 16世紀の村は農業、旅館経営で経済が成長した。フランコンビルを通過する道路は往来が活発で、後にはパリルーアンカンをつなぐ主要道となった。しかしこれら通信設備や首都に近接していることが街をしばしば破壊する戦争の要因でもあった。17世紀から18世紀、中流階級用の美しい住宅が建てられた。1630年、 聖、万産、とポール修道会はフランコンビルへ移住した。フランス革命中、フランコンビルラリーブルと改名させられた。1846年に鉄道が到達し、モンモランシーダにすべてのコミューンが繋がった。ありがとうございます。